ジョージ賞、ジョージ賞は、イギリスの植物学者、動物学者である。バッキンガムシャーヌ・バイアーテンで生まれた、オックスフォード大学のマクダレンホールで学び、1772年に学位を得た。医師の仕事をした後、1786年にオックスフォード大学で植物学の助講師となった。1788年に創立された。 ロンドンディンレ協会の創立者の一人である。1789年に王立協会フェローに選ばれた。1791年に大英博物館の学芸員助手となり、専人のエドワード・ウィテイカー・グレーが没すると学芸員となった。大英博物館に購入されたハンス・スローンの博物学コレクションの整理、分類を行う仕事を行うが、大部分の標本は、 保存状態が悪く、医学、解剖学に関する標本は、王立外科医師会の博物館に送られたが、劣化した動物や鳥の剥製は焼却された。大英博物館の学芸員の仕事は、助手を務めたドイツ出身のチャールズ・コーニックに引き継がれた。カモノハシなどオーストラリアの動物の記載を行った、最初のイギリスの学者で著書にズーロジン・オブニュー・ホラントがある。 カモノハシの研究論文は1799年にナチュラリススミセレーニに発表された。爬虫類と両生類の多くの新種を記載した。その他の著書には、アシュトン・ディーバーが集めた、博物学コレクションの一部を紹介した、無聖レブリアニエクスプラカシオ、アングリカ・イラティーナやゼネラル・ズーロル・ージー、オアシステマティック・ナチュラル・ヒストリー、9巻から16巻は、 昆虫学者のジェームズ・フランシス・スティーブンスが執筆やナチュラリス・ミセレーニなどがある。G 賞は植物の学名で命名者を示す場合に常時賞を示すのに使われる。ありがとうございます。